ス光のゲームドラナイト。皆さんこんばんは、 DJ 小安武人です。はい、皆さんこんばんは、 DJ 小安さんの誰が何と言っても絶対絶対優秀弟子の氷上京子です。小安氷上のゲームドラナイト、ここは都内某所にあるクラブG。毎週この番組はスタジオではなくゲームミュージック専門のこのクラブからお届けしております。ウッキー、ねえね師匠ってば、はいはい、今夜はですねこのクラブGでね、もう超スーパーデリシャス素敵なゲストが来てくださるんですよね。ウッキーウッキーララルンルン、鼻炎カプセルとね風邪薬とねそれから咳止め一緒に飲んでる気分。ウッキーウッキーバカだよお前ああそうなんだ、氷上大好きなんだよね。もう幸せだな。わかりました。それではね、この後すぐ、登場しますのでお楽しみに。お楽しみ、ちょっともうすごいんだから。小安氷上のゲームドラナイト、この番組はサイトロン&アート代々木アニメーション学院の提供でお送りします。琉球幻想曲セカンドアルバム情報、今月18日にサントラが発売。今日のゲスト竹川幸秀さんのセガサタン版のオープニング、飯塚真由美さんのプレス版エンディング、畑明さんの琉球の小箱オープニングなどなど、ボーカル曲もドダーンと入ってるよ。お得だよ。小安氷上のゲームドラナイト。どうもこんばんは、氷上京子と申します。どうもこんばんは、このクラブの一応 DJ やってます、はい、どうも竹川です。よろしくお願いします。どうも初めまして。いやー盛り上がってますね。いやーもうすごいですね。さっきは心臓バクバクもんですよね。バクバクいってますか。すごいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。そしてですね、ここにこんな、あの竹川さんね、大物がね、来てくださったかと申しますとですね、なんとですねサタン版の、今回サタン版のですね琉球幻想曲セカンドアルバムのオープニングテーマを竹川幸秀さんが作って歌ってくださった。いや素晴らしい、すごいのタイトル。もうあのね聞いたんですけどね、もう外国映画みたいだったんですね。もうなんかね、なんとかのメロディーとか。そうそうそう、あのね、草原が広がってるんです。これはいいですよ。かっこいいでしょう。いや、すごい。この琉球幻想曲セカンドアルバムのタイトル、永遠の親友ですか。はい、って言うんですけど、これはまあ竹川さんの中でどういったこうイメージがあってこう作られた曲なんですかね。ともかくなんていうのかな、その恋までは。行かないっていうか、なんか友達を作るゲームだっていう話だったんで、それで友達というところで、やっぱり親友っていう言葉をね持ってきた。だから実はね、これはでも曲自体は恋の歌で書いてるんですよ。そうですよね、だって絶対気持ち良くなるもの、恋の歌で書いてて、それでそのなんていうか恋人っていうところを親友に書いてるんですよ。そう感じってわかります、そう、やっぱりね、歌ってどうしても恋の歌を書いた方がいいんですよ。例えばこの間大地の歌を書いたんですけどね、はい、その地球に対する歌っていうのを書いたんだけれども、それもそうなんていうかな、最初から最後までみんな地球を守ろうってやるとさ、もう聞いててしらけちゃうじゃない。ありますよね。そうでしょ、そうじゃなくて地球を恋人にしちゃうわけですよ。詩の中で恋人にしちゃって、それで守ってあげるっていう話をして、でどっかに地球って言葉を入れとけば、そうすると地球に対するラブソングになるわけでしょ。でそれをラブソングとしても聴けるし、そうじゃなくてそのただ守るっていう形でも聴けるっていうのかな、こうなんか自分が投影できるような形を取っとくのは、やっぱり何かを好きになるっていうのが一番だっていうのってありますよね。だから、だからこの曲もそういう形で書いてるんですけどね。見事にハマってますよね。すごい素敵ですよね。すごい素敵ですよ本当に。これ琉球幻想曲というゲームのオープニングなんですけども、竹川さんご自身はこれやられたこととかってか、ゲームの話ですか。僕はゲームの方はまだ触ってないです。うちの息子触ってますけども。そうなんですか。なるほどね。息子はもうあらゆるゲームを触ってますからね。いや、でも部屋から出てこないやつなんですよ。結構に来てるんですよ。だからゲームのそういう情報だの、なんだのは全部そっから仕入れてますからね。じゃあお父さんがゲームすごいです。ゲーム関係のお仕事やるとかっていうのは割とじゃあ理解しててこうなんか、もう大変。
もういろいろ大変ですよ。いろいろ大変なんですか。それからそれこそ声優さんの曲とかよく書くんです、実は。この間宮村さんの書いたんですけども、書いたんですけどね、そう書くんだって言っただけで、息子は喜んでしまって。あ、そうですか。大変なの。本当かよとかって思っちゃいましたよね。なんか、なんていうかな、普通のアイドルの人たちとかに書いたりするじゃないですか、うん、そういう時はあんまり喜ばないんですけどね、なぜかこちら方面の方たちに書くと異様に喜んだりするんですよ。面白いですよね。そうですよね。声優さん、ある情報筋から聞いたんですが、何でしょう、話は変わりますが、はい、なんか漫画がとてもお好きなんですって。ああ、いやいやいや、もう漫画の方が少年漫画ですね。一時期は、あ、そういうんじゃないです。本当の雑誌の連載されている、少年サンデーとマガジンと、ジャンプとチャンピオンを、5000冊ぐらい持ってるんですよ。5000冊、今までのですか。そうです。週刊まんまです。まんまです。まんま。だから22、23年分まずあって、でその前5年分ぐらいばらしたやつがあるの。それどこに置くんですか。今はうちの奥さん の実家の別荘っていうのがありましてね、でその山小屋で使ってない24畳のプレハブっていうのがあったんですよ。それでそこにどうするんですか。そう集めて、それ見てるだけですか。だからさ、それを言われたら弱いじゃないの。ああ、いや、でもほらコレクターっていうのはそういうもんだからさ。あ、そうか、そういうもんなさ。だってそうだ、例えばマッチ箱のさ、シールをね集めてる人さ、こういやでもほらたまに出してきて見たりとか、いやーとかじゃないですか。そうか、しない、それは。それはしない。たまにお休み取れた時に、それこそね、休養を兼ねて別荘行かれて読み直したり。今例えばもし読んだとしたら、読むだけで2年はかかりますからね。帰ってこない。全部読まなくても。でもああいうものって読み出すのも止まらないじゃないですか。そりゃ止まるはずがないよね。だから1000人になるっけないもんね。もしそれをやろうと思ったら。すごい、もっともっと聞きたいことは山のようにあるんですけども、うん、そうですね、ちょっとね時間がありませんのでね、ではここでですね、竹川さんにですね、これからの情報や告知などをね、ありましたら。この先はですね、4月の25日に岐阜の鍛冶市に行きますね。で花フェスティバルコンサートというのがあるんですけど、それからその次5月の4日には大阪ですか、でワールドトレーディングセンターの特設ステージでやっぱりコンサートをやるという形になってますけどね。そうですね、ぜひともそちらの、なるたけ有給やりましょうね。はい、はい、それではその、本日のゲスト竹川幸二さんが歌うですね、悠久幻想曲、先ほどから言っておりますけども、セカンドアルバムのサタン版のオープニングテーマ永遠の親友をここで聴いてください。そして、今夜の超スペシャルゲスト竹川幸二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。